はい、皆さんこんばんは。2012年7月29日日曜日夜11時です。アップルニューストリームワンボタンの声第120回始めてまいりたいと思います。私は進行を務める山村と言います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、もう7月終わりでオリンピックも始まって、夜の11時ともなれば今テニスですか。はい、そっちの方が皆さん見たいですよね。はい、というわけで、はい、夜星さん、こんばんは。テニスも見たいが火を吹くワンボタンも見たいというね、はい、書いていただいてますが、はい、そんな、ね、イベント、オリンピックやってでもワンボタンの声は、はい、いつも通り始まります。松尾さんね、お呼びしてみたいと思います。もしもし。あ、もしもし。はい、関西電気保安協会です。ほんまに保安協会。おたくさん、はい、おたくさん、あの、コンセント爆発したいう話でね。はい。はい。もう、お兄さん大変ですね。この、はい、爆発してええのんはリア充だけやっちゅうてね。わはははは、違うか、違うか。はい、あの素人名人会で金一つぐらいですけどもね。はい、そんなあの笑いに厳しい山村さんの、はい、あのギャグがいかに素晴らしいかっていうのをまた今週のポッドキャストの配信でも皆さんお楽しみに。司会されましたね。いやいやいや、あの、はい、まさにこういう流れが面白いんやっていうことで山村さんが仕込んでるんかなと思ってました。いやいや、はい、はい、皆さんこんばんは。ツイートいただきまして、クワタンさんもトモさん、ウィンディーさん、マックマックさん、ありがとうございます。クワタンさんが画面が出たとか言ってた。画面出るのはいつも通りやと思うけど、なんか違うんですかね。ちょっと前にあの、はい、書き込みで真っ暗っていう書き込みが結構あったんですが、はい、そうなんですか。あのね、 iPhone、iPad でもご覧いただいてる方、この数日間ちょっとUstream時々最初真っ暗なままで音だけ先出るっていうのが起きてるんですよ。それ別にうちだけじゃなくて、よそさんの番組はみんなそうなんですけど、はい、ひょっとしたらそういうことかもしれないです。はい、ああそうなんですね。まあもう今日7月最終の日曜日でしたけど、どうでした。忙しくされてました。はい、何されてました。忙しくされてました。ああ今日はですね、まあ比較的あの家でゆっくり。あ、ほんまですか。はい、はい、できましたけど、はい、もうマウンテンライオン入れたいけどディスクのスペースもあれへんし、とりあえずもうあのタイムマシンの設定も全部変えよう思って、全部一回バックアップ取り直しですよ。はい、全然終われへんかって、はい、やっとこの今日の晩の8ぐらい全部終わりました。あ、そうですか。はい、はい、でそこでハードディスクのスペース確保した感じですか。はい、そうですね。だからまあこれぐらい空いてりゃマウンテンライオンあっても全然余裕やろうぐらいまで作りましたから。はいはいはい、でこのあと深夜この配信終わった後、はい、余裕があればマウンテンライオン55ですけど、はい、まあ寝てしまうかもしれませんけどね。はいはい、はい、まああのマウンテンライオンは逃げませんからね。はい、あ、逃げへんと思うでしょ。はい、いやこれがね、マウンテンライオンが結構ね、実はあちこちうろうろしてるっていう映像をね、はい、掴みましたんで、はい、なんと見てください。マウンテンライオンってどれぐらい素早いか、あの、はい、動きが早いかっていうのをね、はい、見ていただく映像です。なかなか素晴らしっこいでしょ。です、ね、はい、実は僕のこう、はい、Mac で見てるんですけど、はい、ユースト、はい、それもちょいちょいあの暗くなるんですが、はい、まあ、大丈夫ですね。そうなんですか。はい、いつものブラックアウトっていうんじゃなくって、はい、結構長めに暗くなったりするんですけど、今、はい、は見れてます。 そうですか。で、はい、あんまり素早くはないです。ないですか。はい、ゆっくり動いてる感じですけども。ゆっくりだけど確実にというね。はい、というか、はい、もうなんかオチ分かってましたけど、もう、ね、OS のマウンテンライオン。前にマウンテンライオン最初発表だった時もぶっこみましたからね、はい、多分もう見抜かれるやろ思ったんですけど、すいません。はい。やってしまいました。はい。しずきみちるさん、逃げた、逃げてる、逃げてると皆さんね。はい。O13 さんはいつも通り iPad が視聴ということで見えてるみたいですね。はい。はい、孤独さんは Windows の XP で見ていても真っ暗な時がありましたよ。
はいはい、ですか。だから別に iPhone とかで限らず、もうその配信そのものがそんな多いですか。はい、はい、っていうことですかね、はい、うーん、困りますね、うん、まあ仕方ないんだけど、はい、まあ今日タイトルにありましたようにね、マウンテンライオンに移行したらライオンには戻れないと。はい、実際今日、山村さん移行してないのに、移行してない、いやだからそういう話を聞いてるんで、はい、皆さんにそうなんですか、はい、と私から問いかける、そんな話ですね。はい、はい、そうですか。どうでしょう、まあ、タイムライン上の皆さんも今日マウンテンライオンもしたよっていう方、あの使い心地あるいはトラブル状況、そういったお話また寄せていただけたらと思いますが、はい、そうですね、はい、桑田さんはサファリが落ちたと。これがあの見てるサファリが、ユースト見てくださってるサファリが落ちたということなのか、それとも、はい、マウンテンライオンのサファリは落ちることがある、はい、言いたいんですかね。山村さん、新しい攻撃で動画の中にそういう Mac のサファリの脆弱性をつくような、はい、そういうのを仕込んだとかなんかね、を入れてるわけではないですね、はい、どうやって動画のそんな入れるんですか。はい、はいはい、無理無理ですね、はいはい、徳さんが MCKY さんこんばんはと、あ、これ来た、これ知ってますよ、ツイートで松尾さんでやり取りしてて、はいはい、そうですね、まあ、ちょっとその話は後で唇プリーズの話するときにじゃあ一緒にしましょうか、はい、はいはいはい、後でちょっと用意してますんでね、はいはい、まあマウンテンライオンインストール、ポッドキャストの方を聞いてくださってる方はね、今週、あ、まあ、先週ですけど木曜の夜にね、ごめんなさい、水曜の夜ですか、はい、でインストール祭りがあって、それ木曜の朝の配信に混ぜたんですけど、今日タイムライン上で皆さん、朝水曜日から木曜日にかけて速攻で入れたという方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。カタカナのの字でお手を挙げていただくと数が読めてありがたいんですが、はい、結構たくさんいらっしゃるでしょうね。ほんまやったら私も入れたかったんですよ。でももう帰ってくるのも遅かったし、Mac、はい、のハードディスクの容量も全然それ、はいはい、ね、準備かかってたけどやっぱり間に合えんかって、はい、っていうね、そんなんですけども、はいはい、はい、まあ次回はそしたら、はい、もうあれですよね、もう、はい、この日に出そうだっていうのを分かったらもう数日前から、はい、ハードディスクを開けて準備しとくというぐらいの気概を持って感じでっていうのをいつも思ってたりしますか、もしかして。いやでもね、私考えてみたら速攻で OS 上げるって、はい、あんまり今までしたことないですわ。あ、サブマシンも含めてですか。サブマシンないよね、だから。あ、そうか、これだけや、はいはい、いや、まあスノーレパードの時もそうでしたよ。レパードを使ってて MacBook Pro に最初からレパード入っとって、はい、スノーレパードが出たじゃないですか、はい、でディスク買いに行ったんですよ私あの時ね。あ、はい、で買ってきたけど、結局入れるまで何日かずっと有機表の顔を見てましたからね。これ入れたらどうなるんやろって見てたように思います。あれですね、完全に忘れて放置でもなくて、ではなくて、知ってんねんけど、知ってんねんけど入れられてるんやけど、そう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 、はいはい、あ、そろそろのの字書いていただきましてありがとうございます、はい、たまにその画面がリプレイになる、真っ黒になりますといただいてますね。すみません、ありがとうございます。はい。まあ、録画でご覧いただいている方は、それないことを祈ります。後で録画チェックしますけどね。録画は結構ちゃんと残ってるんですよ、いつも。皆さん、調子悪いって言っていただいたときに。はいはい、はい、たくさんいらっしゃいますね。今、パッと見た限りでも、その当日入れた方は、13人か14人ぐらいの方がねいらっしゃったということですね、はいはいはい、徳さんはサファリ6だとそもそもユーストページの動画部分が表示されないんですけど、それは困る、それむちゃくちゃ、そうなんですか、フラッシュを有効化してないとかですかね、もしかして、まあ、Chrome で見ていただくといいのかもわかんないですね、そうすると、それは HTML5 で再生されるということですか、ええ、いや、Chrome ってフラッシュ内包してるじゃないですか。あ、そうなんですね。そのままでもだから行くじゃないですか。はいはい、ええ、はい。別に Ustream のパソコンで見るときに、フラッシュを回避する方法っていうのがあるわけではないで、ね、ああ、でやったかな、それちょっとごめんなさい、はっきり言われてるんですけど。わかりました。Ustream さんもね、専用アプリ作って、Mac 用、Windows 用広めるとか、なんかそれぐらいの考えないですかね。まあ、配信用アプリはあるにしても。なるほどね。はいはい、はい。まあ、そんな、ここで文句言っても知らないんですけど、はい。マルス、MRA 進むさん、はい、今日は iPhone で視聴、Mac は錦織線に取られました。錦織線って何ですか、テニス、テニスの気がしますね。テニスってこんなちっちゃいテニスないよね。はい、すいません、はい、こんな今画面でね、ちっちゃい手の振りしたんですけど。はい、はい、はい、あ、そういうことですか。はい、はい、
ウィンディさんはまだ入れてないという、ね、ご意見でしたね。はい、まあ、私の方でもネットでですね、まあ、ポッドキャストの方でマウンテンライオンの話、昨日もちょっと収録しましたけど、はい、あれ以外にそのちょっとトラブってるいうことでね、いくつか私もネット見てましたら、はい、さっき私なんでインストール直後、あ、ごめんなさい、マックアップストアで出た直後の話だから言いますと、はい、そのトラブルっていう最たるものを最初はやっぱりアップデートプロ、アップトゥーデートプログラムで、まあ言うたら、はい、Mac 新しく買いましたと。で、はい、ね、自動であなたはマウンテンライオンリリースされたらそれ無償で入れることできますよっていう、そのインストールのためのコード。はいはい。これがすぐに来なかったいう。で、あるいは iTunes でそのコードを入れても、そのコードはもうすでに使われてますって言われてしまったというケース。はいはいはい。その手の書き込みが結構ありましたね。ねえ、はい、あれで結局あれはサーバーの異常かなんかやったんで、同じコードもう一回時間置いてから入れればうまいこと言ってたみたいですね。はいはい、はい、そうなんですね。いや、そのシャープ OBT のハッシュタグでもね、皆さんそういうトラブルあったいう書いてはったんですよね。はい、はい、プロイデさん、先ほどのニヤニヤ会では何の障害もなかったんですけどね。あ、私もニヤニヤ会、野田さんの見てたんですけど、私のところでもやっぱり暗く、はい、真っ暗になってたんですよ。はいはいはい、ですからそれやっぱり見る環境によるのかもしれません。ウィンディさんは Firefox for Mac で見ていますと書いてありましたね。はい、錦織1セット取りました。はい、テニスの、はい、オリンピックのメダルかけてるんでしょうか。ワンボタンいいですね、はい、オリンピック見てなくてもタイムラインでどんななってるか分かるんでワンボタンさえ見てればもう全部大丈夫みたいなね、はい、はい、まあ、そういう点で、いや、まあまあ、そういう点で言うと、今日日中、マックのバックアップとかね、はい、ポッドキャストのあら編集とかしながら、ツイートで一生懸命、鈴鹿の8台の状況を私、追っかけてましたよ。はいはい、そっちも熱いんですね。8台って、今、本ちゃん版、本ちゃんが始まったら、あれなんですよ、リザルトしか画面に出なくなるんですよ。実際の走ってる走行映像は出ないんですよ。すいません、それは何でですか、はい、ユーストでなんかユーストでコカ・コーラスポンサードやと思うんですけど、はい、ずっと、はいはい、予選走行のところからずっとユーストでやってるんですけど、そこは見たいな、見たいけど、それはね、コカ・コーラ買うから見たいな、いやいや、それ優勝チャンネルがあるからなんですよ。ああ、やっぱりだから、うん、ユーストでは無料でさすがには出さないんですけど、はいはい、皆さんのツイートでそれを私は今日追っかけてました。はいはい、はい、ですね、はい、錦織さんと書いて、これ、西堀と読むということなんですかね。それはごめんなさい、不勉強で。はい、最初、僕、錦織ってひらがなで書かれると、はい、松井の顔文字や、松井を表現した顔文字や、みたいな話やって。あんた、二ちゃん見すぎちゃうか。知ってますよ、ひらがなで2って書いてね、はい、C が花なんでしょ。はいはい、ゆきちさん、今なんで、はい、その話出てきたんやろって思っててしまうんですね。西堀さんなんですね。はい、はいはい、っていうぐらい僕も、はい、テニスに関心が薄いです。はい、あ、そうです。はい、今野さんから、うちのコードは向こうで2個目が送られてきましたよと。さっきのアップトゥデートプログラムのね、インストーラーのね。実際、最初のコードが無効だったという場合もあるということですか。ですかね。はい。まあ、あれちゃいますか、もう、豪邸、富豪、芋抜けには、もう、とりあえず2個目送っとけ、みたいな。もう、富豪の郵送して、ね、はい。1個目、ああ、そうかそうか。2個目が送られてきたということは、そういうことで、はい、もしかしたら、まあ、そういうのもね、もしかしたらデータベースにあるかもしれないですね。はい、一応、この富豪キャラに乗っかった体で喋ってますけど、はいはいはい、こう、アップルのデータベースの中に、こう、はい、IMONU イコール、そうですね、モーストリッチマンって書いてあるんです。すいません、しょうがないことばっかり言うて、こうトラブルになってそうな、はい、人のリストみたいなのがあって、その中でこう購入金額順に相当かけると、こうイモヌさんが相当上位にいるとかね、だから早く対応しましたとかね。そのアップルの神対応ってよくお話出るじゃないですか。神対応、あ、ちょいちょい聞きますね。そうね、はい。ジーニアスのコマーシャルが今やってんの知ってます？いや、はいはい。オリンピック、ロンドンオリンピックの放送の
時に流れた CM。 そうなんですか。はい、YouTube の方にも Apple さん自体が上げておられるので、さすが、ね、にここでちょっと映像そのものは流さないですけど、はい、まあ、ちょっと絵だけ挟みますけど、はい、旅客機の中でね、はい、お客様の中にジニアスはいらっしゃいませんかっていうね、アップルジニアスですよ、ね、これお医者様はいらっしゃいませんか。なんでもいいけど、なんで店頭のこの格好でおんねんっていう。そうそうそう、ちゃんとネームカードも首から下げて、この同じシリーズ3作ともこの人、はい、この格好で、ね、そうなんですよ。 で、まあ、飛行機の中でね、もうあのキャビンアテンドさんがこちらのお客様が今マックでお困りですって連れて行かれて、ね、はい、で対応するという、ね、はい、こういうコマーシャルなんですけど、はいはい、もう他にもね、夜中起こしに来るんですよね、あの夜中、そう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 、ベッドでやっぱりジニアスの格好して寝てるんですよ、はい、で誰か知らんけど起こしに来てね、はい、子供が生まれるんだが、俺お父さんになるんだがみたいな相談をされるというね、はいはいはい、で3つ目がなんかあのなんかの買い物行列並んでて、アップルストアの行列じゃないのに並んでたら、はい、君ジニアスバーの人とか声かけられてしまうというね、はい、これ僕ちょっとこれが一番よくわからなかったんですよね、はい、でも途中で普通 の、はい、あの PC 互換機いかにもこう PC ショップみたいなのが出てきたりとかします、はい、出てくるから、はい、あのごめんなさい、私も英語を何遍も聞いてもちょっと分からへんかったの、普通っていうのはないんですよって答えてるのかなと思ったんですよ、はい、あーベーシカリーっていうのはそういうことなんですね、って思ったんですけど、また英語分かる方は教えていただけたらと思いますが、はい、まあ、こんな風な、ね、コマーシャル流れてました。今その URL だけまた流しますので、コマーシャル気になる方はあのそれチェックしてみてください、はい、ね、あの、はい、YouTube の方と、あの、はい、Apple のアメリカのサイトにも上がってましたね。あ、そうですか。はい。はい。はい。ゆきちさんは、旅客機のバージョンしか知らなかったと。はい。私もそうなんですよ。最初、旅客機のバージョンをツイートで、何度かつぶやいてるのを見つけて、あの YouTube であの関連するので見つけてね。はいはい、はい。はい。3つ、はい、流しましたが、はい、プロイデさんはそういえば浜村って元祖顔文字ロゴですね。ああそれ錦織の流れですね、はいはい、それ私よう子供の時カタカナで山村って顔文字って書きましたよ。もう何かあったらそれ書いてましたよ、はい、うん、で友達にね、あのお前アホやなって言われてもうちょっと控えるようにしましたけど。あ、そうですか。いや、はい、それにしても、浜村の薬膳料理は美味しかったです。あ、そうですか、はい、行ったことないんですよ私。あ、そうです。、はい、芋野さんからもしかせんわと。もしかしてそんなリストは、はい、ないっていうね。はい、わ、はい、かりました。はい、和義さんから F1 ハンガリー GP 始まります。はい、 F1 の情報もんが、はいね、はい、ありがとうございます。バイクも F1 も、はい、あずまにしきさん、安定の IS-01 視聴をユースと、シャキーンと、IS-01 ってアンドロイド携帯ちゃうんですか？ぽいですね。そっちからはうまいこと見れて、ね、はい。ドロケーって言うの？あれ、ドロケーって言いません？ドロケーってあれちゃいますの？君泥棒な、僕警官な、言うて人数分かれてあるやつちゃうの？地方によって軽泥の場合もある、ね。そうそう、うちの近所は探偵言うんですけどね。もうそんな話はどうでもいいね、はい。ごめんなさい。ごめんなさい。だんだん外れていくからごめんなさい。はい、で、トラブルではないんですけど、マウンテンライオンにされた方から、アプリがインストールできへんいうお話があったんですよ。ああ、はいはいはい。ゲートキーパー。そうなんですよ。ゲートキーパーで、アプリのその、開発元がはっきりしてるかどうかいうので、線引きしてるでしょう。はいはい。で、はっきりせんへんのは入れられませんってなるんですけど、環境設定のセキュリティとプライバシーいうところで、チェック外したら、はいはい、まあ、なんでもインストールできるようになるんですけど。なるほど、なるほど。ただ、やっぱりね、画面でダイアログ1回は出るみたいですね。はいはい。これ、開発元が不明のものが、インストールしようとしてます、はい、いう忠告だけは出るということですけどね。はいはいはい、はい、僕まだ、はい、新たにインストールし、はい、アプリをインストールしてないんですよね、マウンテンライオンにしてから、はい、だからそれまだ見てなかったですけども、はいはいはい、まあでもデフォルトだからアップグレードでもデフォルトで多分そうなってるんでしょうね、うん、まあでも安全側に倒せばそういう実装にはい、なるかなという感じですね、はい、皆さん今今日ご覧いただいて今日ごつ見づらい環境で見ていただいてて本当申し訳ないんですけど、ご覧いただいてる方の中でマウンテンライオンで、アプリを起動しようとしたらキーチェーンアクセスに問題がありましたので起動できませんでしたっていうダイアログ出るっていう方いらっしゃいますでしょうか。これ結構ね、マイクロソフトのスカイドライブだとかいくつかのアプリでどうも出てるみたいなんですが、
これあの、ね、私思い起こせばね、OS が 10.3 か 10.4 ぐらいの時にもキーチェーンアクセスの問題ってリリース直後ちょっとあったんですよ、はい、だからまあ単に OS の中のキーチェーンに関するなんかの部分がまだうまいことなってないだけちゃうかなと思うんですけど、はいはいはい、はい、トブさんチェックインと書いてきました、ありがとうございます。はい、西堀線雨で中断ですか、はい、そうですか、はいはいはい、まあ、あのちょっとその先のあのキーチェーンの件はもし皆さんねあったらまた書いていただけたらと思うんですが、はい、松尾さんはどうですか、あのマウンテンライオン上でアプリ立ち上げてちゃんと動きますか。あ、今まで試したやつそんなたくさんやってないんですけど、はい、今のところそういうの出てないですね、特に問題なく、はい、動いてますね、はいはいはい。NMA 宇太郎さんも諭吉さんもスカイドライブでアクセス権の問題出ると書いていただいてますね。なんでしょうね、やっぱりなんかアプリの中で特定のなんか触ろうとするものに関してはそうやって言うんですかね。シリングフォードさんも同じようにスカイドライブを言っていらっしゃいますね、はい。飲みすぎやてさん、床屋行きました。はい、行ってません今日も髪の毛が安定しません私、はい。先週でしたっけ、あの散髪されたのは。もっと前ですよ、だいぶ前ですよ。あ、そうでしたっけ、はい、はい。辰弘さんもスカイドライブ引っかかりましたと。白恋さんは逆にキーチェーンアクセス何も出ませんと言ってらっしゃいますね、はい。松尾さんスカイドライブ、あ、そうか、あれマイクロソフトのあれには入ってませんか。あ、スカイドライブっていうのはマイクロソフトのやつで、うんうん、それを使うのはあれですか、 Windows Live ID っていうのが必要で、あ、そうですね、はい、入ってないです。あの ID がねどっか行って私ログインできないんですよ、パスワード分からなくなってて使いたいのに、はい、あの、はい、褒められたことではないですけど、はい、なんぼでも作れたりしない、ね、いや、まあそうやけどあんまりそんなしたくないからあ、なるほどな、はい、はいはいはい。ネオさんからスカイドライブが起動しなくて困る、一度消せば動くって書いてあって確かに動くけどリブートしたら元に戻って動かなくなった、あ、結構厄介なことになってます ね、うん、ね。だってスカイドライブってデータ置いてるわけでしょ、そやからまだ取りたいのにね、そういうデータ取られへんいうことにもなりかねませんよね。宇太郎さんはキーチェーンのアクセス制御で解決、あー、なるほど、キーチェーンのなんかアクセスの調整ですか。専用アプリがあるんでしたっけ、ごめんなさい、ちょっとキーチェーン。あの、その設定のためにですか。はい。あ、普段触らないから、ちょっと覚えてないですね。まあ、なんですか、あれあれ、あれが使うのうまい人、あれっていうのでは分かんないですね。今、そのアプリの名前を思い出そうとして、いろいろ見てるけど、思い出すって。何やったっけ、ごめんなさい、コマンド打つやつ。名前出てきへん。あ、ターミナルや、ごめんなさい、ごめんなさい。ターミナルでしょっちゅうやってる方はね、素早くその辺調整できるんかもわかんないですけど、はい。諭吉、はい、さんからもキーチェーンのアクセス権をフルアクセスにすると問題は解決しますね。ああ、そうなんですね。じゃあ、アクセス権を変えるのを、うん、まあ、ターミナルな専用アプリなり何なりでやってしまえばということですかね。はい、和義さんはサファリ6のパスワードを消しても消しても復活します。え、パスワードってなんかあれですか、あのなんかのサイトにアクセスしてログインするときにパスワードを空欄にしてもまた入ってたことになるということですか、はいはい、ああ、それは何なんでしょう、ね、なんでしょう、それ怖いですよね。よろしくない気がします、ね、誰かに Mac 貸して言ってね、はい、なんか見たらいやらしいサイトやって、それそれ和也さんが見てるとは言いませんよね、はいはい、一例ですよね、はい、一例ね、その家庭入られてね、はい。佐藤祐介さん、明日からの大阪出張なのでその準備で着席遅れましたと。あ、明日から月曜から大阪お越しなんですね、はい、お気をつけて、はい。はい、いかだなさん、スカイドライブ普通に起動しています、起動してるだけで使ってないから問題出ないのかも。いやー、起動の時にで皆さん言われるから起動してしまえば大丈夫なんじゃないですかね。で、使ってない私が言っても説得力よくないけどはい、はい、ですね、今青山さん、青山クラブさんから、山村さんはまだしてないんですか。そうです、あの冒頭に言いましたようにまだマウンテンライオン化できてないんです、はい。そして中様さんから、テニステレビで今やってるの、ここで聞かないでくださいわかるわけないね、今配信してるのに、はい、はい、はい。ちなみにその西堀線は雨で、はい、ですか、止まってるんですかね、みたいですかね。そんな格好がさっきありました、はい、はいはいはい。
ゆきちさんがそのやり方を書いてくださいましてありがとうございます。ユーティリティでキーチェーン線、キーチェーンアクセスでの問題のアプリの文字列で検索、そのアクセス権を特定のアプリからフルアクセスにすると。あ、アプリ内のアクセス権設定するとこありますけど、そこでやるんですね。はい、あのアプリのアイコンをクリックして、コマンド I とかでインフォメーションで、はいはい、あの Windows でいうところのプロパティですわね。はいはい、プロパティいう言葉どうしても慣れへんねん、私。あ、何回聞いても忘れてしまうんですよね。はい、はい、まあ結構あの、要するに Mac でいうところの情報を見る。はい、そうそうそう。はいはい、ね、はい、プロパティっていう言葉自体はあの、はい、Apple 製のアプリケーションでも使われてたりはしますね。あ、そうですか、はい、あんまり見ないけど。あ、そうですか。例えばキーノートとかでもプロパティっていうところあった、はい、あ、あります。はい、はい、いやほらあの 3DCG で Windows のアプリも一応見ますでしょ、私。はい、だからそっち行くともう何でもかんでもプロパティでプロパティでって、もうプロパティどんだけ好きやねんぐらいマニュアル開いたら書いてくるから。まあそうですね。あのプロパティって設定でええんちゃうんっていつも思ってたんですけど、そうじゃないよね。はい、星さん、あ、開発元がわからないアプリも開けるように設定できましたと。あ、さっきの件ですね。はいはい、はい、あと上にはゲートキーパーなんか必要ない、うん、あの多分、はい、あの昔から Mac 使ってる人のほとんどは、はい、そうするんじゃないかなという気がします、ね、アプリのね、はいはいはい。ブラフォードさん、私はノン M 同盟ですとマウンテンが、マウンテンないから。あ、なるほど、なるほど。はい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 、はい、あ、ゆきさんがもう一度追って、ちゃいます、キーチェーンアクセスというアプリがあるので、それで変更、すいませんでした、ごめんなさい。やっぱアプリあるんですね、キーチェーンという。これ今、配信してなかったら、Mac のユーティリティフォルダ見に行くんですけど、あんまりこれ、いろいろやると、いろんなアプリが落ちたら怖いんで、触れないんですよ、はい、ごめんなさい、はい、すいません。はい、インスペクターって名前もどうなんだろうと。ああ、インスペクターってある、そうや、書いてますよ、ね。特警インスペクターと間違えそうになるんですよ、これ。それ僕知らない。そうですか。はい。はい、で、まあ、トラブルじゃないんですけど、マウンテンライオンになってから、メニューバーの上のところに、ログイン名が、あの、時計、時刻表示の、はい、あの並び、もうちょっと左側ですけど、並びに出てしまう、はい、出てしまうというか、最初は出ると。ああ。あれも、あの、ユーザーのログイン設定のところで表示しないにすれば消えるんですけど、はいはい。でも、その、出てしまうと最初見たらびっくりしますわね。はいはい。うわ、名前出てるってな感じでね。プロイデさんはプロパティの大合唱なんで大合唱はい、ありましたけど、あとね、またこれは改良やと思うんですけど、はい、マウンテンライオン使ってる方はドックの中に並んでるアプリのアイコンを、はい、あれちょっと持ち上げただけではもう外れなくなったという。ああ、今までやったらアプリ起動しようかな、どれ起動するんやったっけなということで迷い橋じゃないですけど、ポインターをこうあれこれ触ってるうちについ、はい、あのアイコンをなんてマウスでこうなん掴んでしまって、はいはい、なんかの拍子に持ち上げたらそこからあのふわーって煙とともにアイコン消えてしまうことあったでしょ、はいはいはい、でまたああいう時に限って何を消したんか自分でも覚えてないんですよね。あ、何がないか分からないようになるんですよ。でああいうことが今度から起きにくくなると、相当ガーッと上まで持ち上げない限りまた毒へ戻ってしまうと。ああ、そういうことです。なるということなんです、まあ。それはそっちの方がいい。ねえ、いいと思うんですよ。というか、今までなんでそれ放置してたんやっていうこともあるんやけど。じゃあ僕、間違って消してしもたことがあるかというと、はい、僕自身はあんまりなんか。あ、ないですか。あ、これ、外しそうになっちゃってると思ったら、そのまますっと下に戻すので、だから、これ意図せず消しちゃったっていうのはなかったですね。はい、まあでも実際に起こってるということなんで、そういうふうに変更してよかったんじゃないですか ね、 と思いますね。ヤキミリモさん、本当だ、 iPad はスムーズに見られます、タイムラグ大きいけどと。ああ、ほんまですか、すみません、市長に。どうしても見づらいという方で、まあ、夜も遅いですから、まあ、録画というのもあるんで、ただタイムラインに参加いただけないんで、まあ、よしあしなんですが、はい、録画でご覧いただくことも可能ですので、どうかよろしくお願いします。iPad 版だとタイムラインに参加できないとおっしゃってます。うん、生で見てないとタイムラインに参加できない。ああ、そういう意味ですね。ごめんなさい。はいはいはい。はい、で、伊達直さん、オニキスは遅くなりましたねと。Mac のいろんな設定とか、こう、自分で外からいじれるアプリですよね。外からは大変ですけど。そうなんですね。あれ、遅くなってしまったんですか。はい。そう、アプリによって遅くなったいう方と、割とこうすぐ立ち上がるようになったいう方のご意見があって、これはアプリの作り方に何か原因あるのかなって思ってるんですけど、どうでしょうね。
そんなん分かんないですもんね。まだこれからもうちょっとはっきり分かってくるのかも分かんないですけど、はい。孤独さん、 iPad とパソコンで同時視聴してると我が家でも iPad は問題ないと。 ありがとうございます。はい。ホシーさん、改良されるまではチンカーツールでロックしてました。あ、アプリのアイコンね、と外れへんようにね。はい。あ、アイコンとメッセージずれてます。一回ちょっとツイッターのじゃあ止めますね。一回止めて、でもう一回出すと多分改善されると思いますので、すいません。こちらのところ、こちらのところね。はい。オリンピックの影響、時々音が回ってます。あ、うん、音回ってます。僕の方はちょっとスカイプの音を聞かないといけないので、はい、ポンちゃんの音はちょっと聞いてないんですけど。あ、そうですか、すいません。はい。今、回る原因のところチェックしましたが、特に異常はないので、ユースト側の問題かなと思いますが、すいません。はい。ウィンディさん、女子柔道がダンスしているように見える。そうですか。はい。ということで、まだ私の方でちょっとね、見ていたものが、通知センターの呼び出しをね、トラックパッドとか使ってできるようになったというのを、はい、これ試しました。通知センター、ああ、はいはいはい、2本指でシャッとやると、ちゃんと行きます、出てきます。あ、そうですね、出てきますね。なんかそれ、なんぼやってもできへんいう人がね、いるみたいな、それツイッターでなんか書いてる方がいて、あ、そうなんですか。2本指、あれでしょ、右から左に、トラックパッドがこう四角があったら、はいはい、その右端から左にひゅっとこう2本指で。はい、刺すようにするんでしょ。はい、ツイートを見てると、はい、上から下でもいけたなんていう話があるので、右から左限定ではないかもしれませんね。はい、はい、僕はでも確かに右から左で、はい、ああできたわと思って、はいはい、確認しましたけど、はい。木澤さんはそれ店頭のマックでアイコン外してしまって焦ったことがあります。ああ、お店なのでね。はい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 。まあ店本当のやつはでももしかしたら、はい、いつでもこうなんか、うん、デフォルトの状態に戻せるようにしてるかもしれませんね。いいんですよ、店頭のは何しても。新しいユーザー1個作ったらもうそれで、はい、みたいな。ユーザーは作れんようにしてるんちゃうかなって気がするけど。もちろんあれですよ、はい、バックヤードでというか、その管理者権限を持った人がっていう意味ですよ。あ、なるほどね。はい。マダム・ジュンコさん、今、アップルストアで売ってる新品の iMac はマウンテンライオンが乗ってるんですか。アップルストアをやったら乗ってると思います。はいはい。なんか夜中のうちに作業するなんていう話がありますね。と思いますけど、アップルストア以外の、まあ、量販店さんとか、まあ、小売店さんなんかでもそうですけど、アップルから一回仕入れるじゃないですか。はい。前に発注してあって、でその仕入れた分を今売ろうとしてるから、どうしてもマウンテンライオン出る前に仕入れてるから、はい、インストーラーついてないっていう可能性大ですよね。そうですよね、はい、で今昔やったらほらディスクでインストーラーやったけど、今もうオンラインからしかないでしょう、はいはい、だからそのインストーラー同梱っていうわけにもいかないじゃないですか。ああ、そうですよね、まあ、うん、一部はこの USB メモリーの形で、はい、同梱されてたりするんですかね。いやー、それね、マウンテンライオンは多分それもないと思うんですけどね。ライオンの時は、MacBook Air でね、そういうのもあったって、はい、あったと思うんですけど、はい、もし、すみません、タイムライン上で、最近 Mac 買って、そういう、どういうふうにインストラがなってたか、お分かりになる方だったら、情報いただけるとありがたく思います。はい、まさに、今日、Apple Store で買いました、なんていう人がいた。いや、結構ね、いらっしゃるかもしれないですよね。はい、一回そんな言ってみたいけどね。なかなか言う機会が、なかなかもうこの5、6年ないですね、私ね。本体ものはなかなか買えない。ないですね。はい。はい、和義さん、マジックトラックパッドの右側1センチぐらいの動作が鈍くなりました。ああ、そうですか。右側1センチのとこ指持っていったらちょっと反応悪くなってる。ああ、なるほどな、はいはい、でそれは通知センターの影響かもねという、うん、はい。伊達直人さんもトラックパッドの外から触らないとできませんでした。あ、はいはい、それ言ってる人いました、いました。トラックパッドにすぐ指を置くんじゃなくて、その外側に指を一回置いて、そこから中に、はい、トラックパッドの中入っていくようにするといけたっていう人いました、はいはいはい、だからやっぱりあれですね、トラックパッドの右端のエリアに何かあるんですね、今回そこを検知するほうちゃいます。だってそこを触って、そこから入ってこない、通知センターね、反応せえへんっていうんやったら、はい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 。ニンニンさんは、未だ 8GB の容量を開けられず未導入。あ、私と一緒ですね。なるほど、頑張って容量を開けましょう。はい、はいはい、
スタッフイットとかでどんどん圧縮していく。スタッフイット夏いな。スタッフイットじゃなくていいかもしれないけど。もう OS 標準で圧縮できますからね。はい。はい。重松さん情報です。マウンテンライオンは USB ないって海外のウェブの記事に書いてありましたよと。あ、そういうことですね。やっぱりじゃあもう本当にオンラインからダウンロードするしか。あの自分でね、なんかあのサードパーティーのアプリ使って USB とかディスクに上げたりとかいう方法はあるんでしょうけど、あ、そうですね、アップルからのリリースではそういうのは USB メモリー入れたものはないということですね。はよ作っとこ、はい、インストーラーメモリー。あ、去年ライオンで作ったけど結局一回も使う機会なかったです。インストーラー変えたらそんで終わりでした。はい、はい。そのうちもうマウンテンライオンが来たと、はい、O13 さん、壁紙を勝手に変えたらすぐに戻ってた。そんなことあるんですか。ああ、その下のツイートとセットですね。はい、店頭の Mac は5分前後でデフォルトに戻るようになってると思いますと。ああ。だからお店の壁紙、はい、お店の Mac の壁紙勝手に変えたらしばらくしたらもう戻ってた、はい、勝手に戻ってたっていうことなんですね。うんうん、僕みたいにこう、あれですね、はい、あの頼まれてもないのに、お店の Mac チェックして、はい、ちゃんとハードディスクの名前がマッキントッシュ HD になってなかったら変えてあげるとか、戻してあげるとか、そういうやつがいっぱいおるわけではない。それなんですか、このマッキントッシュスペース HD になってないと気持ち悪いってこと？あの、なんか、はい、子供とかが勝手にいじくり回して、ああ、なんか、ああ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 、とかいう名前になってるね。そんなになって、ああ、これ見たくないなと思って、マッキントッシュ HD。別にええやな。そうそうそう、全然。自分のんちゃうし。そうそう。どうでもいいこだわりなんですね。はい。そういう時期がありました。ありましたね。MacOS8 とかのところでしたけどね。はい。重松さんもって情報です、通知センターは外から動かさないとダメですよと、右端からずっと動いてるっていうのを検知してるはずです。あ、じゃあやっぱりトラックパッドの端っこから手が当たってないとダメですか。はいはいはい、はい、ですね、小畑さんは RSS ビジュアライザーのスクリーンセーバーが好きだったのに、あれ使えなくなってるんですか。あ、でもあれ構図コンポーザーで真似して作ってそれだけ立ち上げ、そんなめんどくさいことせえへんか。あれでしょ、あのなんか水族館の中のような感じのところでぐるぐるぐるって回って文字がこう出てくるって、はいはいはい、あれ気持ちいいですね、見てたら、はいはい、あれ結構僕も好きでしたよ、はい、前はそれ設定してましたね、はい、あれで、変な言葉表示させるのを作って遊んでましたけど全然そう内容にあの気持ちいい絵にそぐわんような言葉が出るっていうの、もうろくでもないものをソースに取ってくると、はい、ソースコンポーザーで遊ぶときに作って遊んでました、はい、すみません。安志青木さんはマウンテンライオンはダウンロード版だけですよね。今ちょうどインストール DVD を作成終わりました。2層必要と指示されました。ああ、容量的に。え、そうなんですか。4.7 ギガじゃダメなんだ。ああ、そうなんですか。でも4ギガ前後やって言いますよね、ダウンロードした人。それって別になんかプリインストールアプリを含めようとしてるとかじゃなくてですかね。なんかダウンロード はい、ね、あのポッドキャストで収録した時のダウンロードの容量がだいたい4ギガ前後やったみたいな話が出てて、うん、そうですね、DVD の一層で焼けるなみたいな話をしてたんですけどね、はい、今 Mac App Store で見たらわかるかな。容量までは変えてへんのんちゃいますですかね。はい、どうです、出ましたか。4.05GB。 ああ、それやったら焼けそうな気するけど、ね、もしかしてこのなんか圧縮されたのを展開して、はい、焼くとかなんかそんなお約束があったりするのか。重松さんからまた山ライオンになって、あ、ごめんなさい、ライオンと一緒で 4.3GB だから 4GB じゃ足りないですよ、 USB メモリーだったら 8GB ないとダメですと。あ、それから 4.3 でギリギリまで取ってしまうんですね、うんうん、それから4じゃダメですというんですね。おー、ダウンロード容量じゃなくてイメージ展開した大きさ、ああそうかそうかそうか、それで、ね、分かりました分かりました。なるほどなるほど、はいはいはい。安志青木さんは内容は 4.35GB ですけどねと言ってありました。まあ、あのボリューム容量ですからね、プログラムの実ファイル容量じゃなくてね。はいはいはい、はい、いかだんさん、店頭展示品は初期設定メニューすら開けられないです、管理者権限ないから開けられない。
ということですね。ああ、はい、そういうお店もあるんでしょうね。でしょうね。やっぱり、いや、そういうのすると思いますよ。これがアップルストア心斎橋だったら、なんか、はい、環境設定とかは開けたと思いますけどね。初期設定メニューっていうのは、また違うものですか。はい。はい、まあ、マウンテンライオン、まだ、マックアップストアで登場して、今日でまだ4日目 ?5 日目っていうところですから、はい、まだこれからたくさんインストールして、いろんなハードウェアとね、はい、いろんなハードウェアって、マックのシリーズしかないわけやけど、それでもいろんな現場でインストールより例が増えて、もっともっとまた、こんなこと起きてる話出てくると思いますんで、はい、また、ポッドキャストで追っかけ、そういう情報も取り扱っていきますし、はい、皆さんの、またお手元でなんか面白い、こういうこと起きましたみたいな話もあったらコメントでいただけたらと思います。そうですね。はい、頑張ってハックして、パワー PC Mac で動きましたとかね、はい、そういう、あるわけない。ない。あるわけないですね。はい。はい、ですね、まあ番組の中で、今週はね、先週の3回目で、唇プリーズという番組の音楽を、はい、お話取り上げてましたが、ユーストリームでいつもこの番組を知っていただいてて、ポッドキャストはあんまり聞いたことないねんっていう人、ひょっとしたらいるかもしれませんが、そうですね、はい、この番組のオープニングでシルエットが出てて、タラーンタタタタタンタタンって音楽流れてますけど、あれ、はい、松尾さんが作られた唇プリーズという曲なんですよね。そうですね、はいはい、成り行き以上作ってしまった成り行き以上、はい、で、まあ、去年の8月の公開録音で最初の初お目見えで、はい、そこから、まあ、ブラッシュアップを重ねて、実際女性ボーカルの録音まで行ったと、そうです、ね、いうことがありましたが、はい、ここではその唇リップの収録した時の映像をちょっとだけ、癖でまた今唇リップって言いました。申し訳ない、唇プリーズ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、全然唇プリーズの、はい、収録した時の映像の模様を少し挟みますんで、短いですので、はい、ちょっとご覧いただけたらと思います。はい、どのぐらいまで離れても大丈夫ですか。そうですね、結構ケーブルが切れないです。拾えるとりあえず前はい、こっちですね、はい、ちょっと手作りで用意してきていただいた、はいはい、今カメラにそれ映ってます、はい、邪魔してやろうこれはスタジオを借りてね、サングラスかけた松尾さんがいますが、はいはい、松尾レインボーキャラになってる僕ですね、はい、志保さんとニャオさんお二人でね、はい、歌っていただいてます。今三脚を持ってらっしゃったのは坊井先生です。この松尾さんのノリがもう入ってますからね。ちょっとどうしようかな、最初の一歩踏み出せない。では転げ乾ききった口に入れる傷、どうかしちゃってた嘘みたいにで消えた。恋によく聞く魔法の呪文、シャ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 はい、というものだったんですけども最後の松尾さんがシャ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 言うのもう覚えてる方もなんか減ったかもしれないですけど、はい、そうですね、はい、ね、番組で言ってたんですよね、はい、伊達直さんが怪しい業界人とそれを狙ったね、コスプレでしたね。コスプレっていうのか、アーティストですからね、はい、松尾レインボーっていう、はい、はいはい、今音声入力の話をタイムラインに書いていただいて、小畑さん今音声入力を使ってますよ、はいはい、ウィンディーさん音声入力いいなと、はい、そうですね、はい、マウンテンライオンの音声入力、はい、文字入力ですね、結構使えるなと思ってましたね、はい、あ、そうですか、はい、でも日本語はどうです、まあ、無理なんでしょ。あ、日本語で認識しますよ。あ、そうですか、はい、いいですね、はい、ウィンディさん、アップルストアは設定開けますねと、あ、先の件ですね。はい。悦子さんから、こんばんは、久々の日曜休日でお邪魔します。オリンピック柔道がとんでもないことになってますと。みんな柔道注目やな。はい。2年目のマクユーザーさんから、山ライオンになってオーロラの壁紙が復活しているみたいなので、あの壁紙が気に入ってるスノレパユーザーでも気軽にアップグレードができますねと。はい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 。あれでしょ、紫色の下から放射状にピャーッと広がってるようなやつ。でしょ、はいはいはい、あれ私も好きなんですけど、はい、山村さん今日の壁紙ももしかしてオーロラ、あ、壁紙言うたらあかんわ山村さん今日
オーロラの見えるところから配信されてます、はいはい、そうですね、はい、オーロラですよ、はい、はい、ちょっとね今あの、そのフィンランドのフィンエアですかね、はいはい、なんかねオーロラ見に行くの格安でこうなんかチケット販売してるらしくて行きたいなと思います、私思うね最近ネットでね、はい、フィンランドのステルスマーケットが起きてんじゃうか思うぐらいよーフィンランドの情報を目にしますよ。うん、まあ、 あのステルスかどうかともかくなんか力入れてるんでしょうかね、と思いますわ。あのムーミンのふるさとですけども、はいはい、飛行機で直行便で9時間で行くそうですよ。はいはいはい、はい、ね、結構もうあれですね、はい、今そういうのがスラスラ出てくるぐらいネットで受け取ってるんです私、はいはい、フィンランドの情報、はい、ウィンディさんこのお二人は有志の方と、あ、さっきの女性のボーカルお二人、はい、まあ、ユーザー会マグネットに参加いただいてて、で、まあ、たまたまちょっとボーカルお願いできますか言ったら、あの2つ返事でね、していただけたということだったんですね、うん、ありがたいですね、はい、悦子さんから松尾さん中途半端乗りとあ、バレてますね、先のね、はいはいはい、あれなんですよね、ちゃんとこう、はい、歌の収録もせなあかんっていうのプラス、はい、ユーストやからそういうちょっと面白い要素も入れなあかんなとかいうので、はいはいはい、その2つの間で揺れてた感じがしますけど ね、はいはい、ハミパパさんから音声入力ってどうやるんだろう、どうやってやるんだろうと、はいはいはい、はい、あれですね、メニューの編集、大抵のアプリで多分編集メニューの中に音声入力っていうの出てくると思います、はい、じゃあワープロアプリなんかやったらそれ対応してる感じ、そうですね、で、はい、なんかファンクションキーっていうんですか、キーボードの下の方にある FN キーってありますよね、今ファンシークネクネキーとか言えへんかったすいません無理なツッコミでございます、そういうことにしましょうか、はい、いえいえ、はい、そのファンクネボタンを2回ココンって押すと音声入力が始まるみたいな、はいはい、あ、そうなんですか、で音声入力終わったら、はい、リターンキー押せば、はい、確定みたいな、はい、そんな感じですね、はい、そうそう、トモさんも音声入力はファンクションキー2回押しと書いていただきましたね、はい、ですね、フィンランドのネタでは2年目のマックユーザーさんはフィンランド大使館ツイッターが頑張ってるからでしょうねと、でプロヒデさんはモイと書いて、ツイキャスがいつもモイという書き出し始まりますが、はいはいはい、ツイキャス のモイというのはツイキャスは日本の会社が作ったんですけど、モイというのはフィンランド語なんですよね、はい、らしいですね、はい、その話は聞いたことあります、はい、フィンランド行ってみたいな、はい、行ってみたいな、行ってみたいな、よその国ですね海は広いな、はい、大きいな、はいね、はい、まあ、しかしフィンランド行くお金があれば、はい、新しいマックを買いたいとかいう気持ちもあり、なかなか難しいですね、道でこけるし、はい、血が滲むというやつですねそれひどい会話ですねいや、はい、コンセントは燃えるし、コンセント燃えるしね、バイクは昨日止まって動けない話も最近こんなばっかりですわ、踏んだけったり、もう身の回りまで壊れてばっかりですわ、ほんまに、はい、まあ、すみません、まあ、さっき唇プリーズの映像も出しましたが、番組から生まれたその唇プリーズがモンスター FM というところから現在、ダウンロード購入できるようになっています、はい、タイムライン上でも今そのモンスター FM のサイトの URL 流しますので、アクセスいただけたらと思いますが、直でそのページで飛びますんで、はい、はいはいはい、松尾さんおいくらだったですかね、4曲入りで、はい、お買い得600円、はい、消費税込み、何をもってお買い得と言ってるのか分かんないですけどはい、はい、ジャケット絵は私が描きました、そうですね、はい、はい、待たせて待たせて怒られながらいやいや、はい、誰も怒ってはないと思いますいやいや、あ、でも、はい、あれですかね、まあ、まだですかみたいな感じではありました、はい、はい、お疲れ様でした、いえいえ、はい、ですね、で、ちょっとまあネタ的に面白いものをいくつか探してる、いつもこのユーストの中でお出ししてますが、はい、ですね、まあ、さっきからちょっとオリンピックの話続いてたでしょ、はい、で昨日ちょっとポッドキャストでもこのこと収録しかけてたけど、まあ、絵があるから絵が出せるとして この場面しかないからちょっとこれ使っちゃうんですけど、はい、この画像を覚えてる方います、これ知ってる方います、ユーストタイムラグがあるので、はい、あるのであれですけども、はい、はい、ロンドンオリンピック開会式のところでティム・バーナーズ・リーさんがネクストキューブとともに
はい、いるところが映ってたと。そうですね。でその画像が、まあ、あったんですけど、はい、まあ、あのウェブの、もともとねワールドワイドウェブを作った方として有名ですけど、はいはいはい、ね、これね、そうそう、この写真があの、はい、よく出回ってるんですけど、はい、そのキューブ自体左の方にあるのでちょっと分かりにくいかなという、はい、まあパソコンにお詳しくない方だったら、まあ、普通に今売ってるパソコン使ってるのかなぐらいにしか見えないかもしれないですけどね。そうです、はい、別にそういう演出であってもおかしくないんだけど、はい、やっぱりこう紹介する意味としてそのワールドワイドウェブを、はい、あのまあ始めた方みたいな紹介だったので、うん、ちゃんとその時に開発に使われたこのネクストキューブを、はい、あの用意してるっていうのがそれはなかなか良かったかなと思いましたけどね。しげさんから音声がたまにループしてますね。600円が2回とすみませんもうどこでループすんのやろ、ごめんなさいね。そこ600円2回押しで、はいはい、みたいな感じではなかったんですけども、はい、あ、そうですか。はい、宇太郎さんからは1曲1000円のところ4曲入りで破格の600円って言わないと。いや別に1000円って決めてないですから決まってないですからね。はい、はい、そうですね、ねレッドブルって知ってるでしょ。はいはいはい、あの元気になるごくごく、あれレッドブルさんって、はい、結構いろんなところに今スポンサードじゃないですけど応援しますよと、はい、イベントするんやったらイベントのところにドリンク持っていきますよ、あるいは何か言ってくれたら協力できることなんかしますよっていうのをあちこちスポーツとか IT とか、はい、ギークな部分とかでいろいろ今やってるんですけど、はい、音楽関連のイベントもやってますけど、はいはい、でそういうギークなイベントのところで、レッドブルさんがこうちょっとバックアップしてるようなイベントがあったらしいんですが、そこで、はい、披露されてたこういうゲームがあります。セントリーフューリーというんでしょうか。All right, object of the game. ボタンがありまして、ボタンを押すと回転が始まります。ボタンを押したままずっとこのどん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 加速するこの回転台で耐えていくんですが、先にボタンを離してしまった方が負けなんです。なかなかあの仕掛けは単純かもしれないですけど、あの最高は 4.3G まで、あのトルクっていうか重力っていうんですか、発生すると書いてあります。結構あの大人でもあの辛抱たまらんようなことになるらしいですね。これは僕、気持ち悪くなるからそれは嫌なんですよね。でもこれジェットコースターとかお好きな方だと結構強いんじゃないですか。わかんないですけど、はい、ジェットコースターあんまり酔わないんですけど、はい、この、はい、同じようにずっと回転してると僕は適面に酔いますよね。あの椅子でぐるぐる回ってても酔いますもんね。そんなことないですか。まあ、結構あれでも酔うって酔いますもんね。はい、まあ、あのこういうのがね紹介されていました。はい、はい、小徳さん椅子回しということで、はい、しずきみちるさんから情報で、オリンピック開会式の各国入場シーンでは多くの選手が iPhone を持って更新してましたね。そうですね。あ、そうなんですか。それちょっと見てないんで私分かんないんですけど、はい、まあ iPhone 以外の、まあ、スマートフォンもありましたし、はい、あとケースつけてたらどれか分かんないっていうのもありましたけど、はいはい、本当にもういろんな国、まあ正直聞いたことのないような国の選手でも iPhone 持ってたりとかね、はい、しましたね、はいはい。あれでしょ、インドの方は全然見ず知らずの他人が行列に参加して一緒に手振って歩いてたんでしょ。え、なんかニュースで上がってましたけど、しれっとしれっと紛れて、でインドの団体の人ら怒ってるらしいですね。そのセキュリティ甘い違うか、ね、あ、なるほどな、はい。なぜインドが、わかんないです。他の国はなかったんでしょうか、ね、なかったんですかね、はい、はい。でよくあの CD とレコードの音どっちがいいとかいう話昔言いましたでしょ。うん、まあまあ話ちょっと全然飛んで申し訳ないですけど、はい、あのね CD に録音しようとした人がいるんですよ。え、どういうことでしょう。はい、ですね、
ビニールカッティングという機械で CD の盤面に溝を切ろうとしてるんですね。誰しも一回は考えることなんですけど、本当にやる人がいたというね。これね、もしそのアナログ層とデジタル層を二つ使えたりしたらすごい面白いですけどね。それはすごい。ああ、無理でしょうね。そんなハイブリッドあったのかな今まで。ないと思いますけど。聞いたことないですね。ないですけどね。この前ツイキャスであのレコードプレイヤーの昔のを探してやったりしたら、はい、あの結構ね、あのフィリップスが下から針が出るプレイヤーとか出してたのを見つかって面白かったですけど、ね、これ、だから今カッティングしてるんですね。ちょうどね音鳴るとこまで行くと思うんですけど、いやこれですかね、もう音出るかな。鳴らすとこはねプレイヤーにかけるところが出るんで、もうちょっと待たないといけないんですけど。そうか、だからそのレーベル面、印刷面にこれを記録して、はい、裏面普通にデジタルで使ったらこう両方使えて、はい、そんなハイブリッドプレイヤーを見てみたいですね。いやどうでしょう、ちょっと音がね、あのレコードプレイヤーで音かけるとこまで来ました。あんまりいい音かどうかちょっと分かんないですね、今のだとね。はい、誰しも考えるとは思うんですよ。ただほんまにやるっていうのがね、そうですね、すごいな、ね、面白いですね。はい、トムさん、これなんてレコードと、さ、なんてレコードになるんでしょう、ちょっと分かりますけど。はい、コリン球場さん、レッドブルー1日3回飲んだら依存症になりました。3回はやめた方がいいと思うんですけどね、2回までって誰かが前言ってたの聞いたんですけど。あ、そうです、はい、もう1日1本しか飲んだことないですね。あ、そうです、はい、確かに。でもあれ元気になりますよね。あ、うん、僕はあの眠気に打ち勝とうと思って、はい、まあ、あの仕事じゃなくてこう、はい、遊びでね、はい、あのこう朝までみたいな時だったんですけど、はいはい、僕は負けましたね、眠気に。あ、はい、なんかあの疲れてるんだけど今晩中にこれ仕上げないといけないとかいう仕事があった時、もうついついこうだらんとしがちなんですけど、はい、やっぱりレッドブル飲むとよしやってしまおうっていうね、なんか勢い出ますね。ああそうですか、はいはいはい。まあ、リポビタンとかユンケルとかとちょっとまた違う感じですね。ああ、そうですね。はい、で、まあ、夜方近くになってますが、窓一つありまして、ご覧いただくのが、ブレッドボード上に組んだ、回路ですけども、LED がたくさん並んでるユニット、そこにグリーンの、レーザーこう当ててるんですね。レーザーポインターで光を当ててるんです。光が当たったところだけ LED が反応して黄色とか赤とかいろんな色に光るんですね。これ結構反応がいいみたいで、一瞬でも当たったら反応するというのではなくて、少しの間同じ LED の箇所にレーザーポインターがとどまっていないと反応しないみたいなんですが、これは今レーザーポインターを直に LED の上から照射しているところですね。離れたところからでも丁寧に照射すると綺麗な模様のようなものも描けるという、そういう感じですね。あの LED のユニットね、多分 7×7 の49個並んでるものだと思うんですけど、はい、あの多分フォトトランジスタかなんか使ってるのかな、そのレーザーポイント反応するっていうの。あのユニットのお値段がね、なんと7ドル。
めっちゃ安い、安い、あの7ドルっていうのはその記事に書いてあったら見てるだけなんで、日本で本当に7ドルで買えるかどうかは別ですけど、アダフルーツっていうのかな、あのそういう名前のアメリカのそういう電子工作のパーツなんか通販やってるサイトがあるんですけど、はい、そこではそういうものらしいです。今名前がザレーザドゥードラーっていう名前で、記事なんですが、タイムラインで今 URL 流しました。はい、さあレッドブルのお話もいただいてます。コノクさん、レッドブル思い込みの効果もありそうな、あるかもわかりませんね。そうですね、これ飲んだら元気なんねん、そういうのがあるかもしれないですね。はいはいはい、佐藤隆介さん、 LED の導体電流を逆に反応させてるのかおでしょうか。ごめんなさい、ちょっと私もね見つけてから詳しく記事ちゃんと読んでないんですよ、すいません、はい、村修さん、今日は Mac 上の Chrome ではループがきつくなってきたので iPhone 視聴に行こうですか。ありがとうございます。伊達直人さん、コーヒーをガブ飲みしてレッドブルを飲むとカフェインの過剰摂取で頭が痛くなります。コーヒー弱い方っていらっしゃいますよね、そういえば。あーですかね、うん、実際に、なんかあったことはないです。あ、そうですか。会議とかでね、みんなコーヒーおかわりして何杯も飲む人いるじゃないですか。はい、でも自分はもうコーヒーいらない言うて飲まない人いるんですよ、たまに。はい、で聞いたら、もうコーヒー1日1杯以上よう飲まへんって、それ以上飲むとなんかしんどくなる、気分悪くなるっていう人がいてね。あ、はいはい、そういう好き嫌いはあるんだなと思いましたけど。いかだんなさん、プレスリーの最初のレコードはおかんの誕生日プレゼント用に作った1枚限りのオリジナルレコードだったはずですか。あ、そうらしいですね。それがラブミーテンダーで、あ、そうなんですか、きっかけになったという話を聞いたことありますね。はい、そのいかだなさんはリポビタンで毎日一箱生活をしていたそんなやったあかんか毎日一箱開けて飲んでたってことですか。一箱って何本入ってるんですか。12本ぐらい、それ毎日飲んで、それ毎日飲んでた。それはダメですよ、そんな人はね。はい、マサキンチョさん、最近爪痕みたいなエナジードリンクありますね。あ、モンスターや。はいはいはい、モンスターって、今さっきモンスター FM の話しましたけど、それと関係ないですよ。モンスターっていう名前のドリンク今売ってるんですよね。あの赤いラベルと緑のラベルとね、2つあるんですよ。はいはい、赤いラベルと緑のラベルっていうやつですかね。今一瞬その赤いで聞いて、メルモちゃん歌うんやと思ってしまったんですけど、そうじゃなかったですね。赤いキャンディ、青いキャンディ知ってるかいって歌うんかなと思ったんですけど、そっちじゃなかったですか。はいはい、赤と緑とクレバって感じですか、ね。はい、武田鉄矢さんのね、丸ちゃんの。はいはい、今気持ちがこっちでうどん食いたい気持ちに行ってしまいました、はい。はい、いつまいか夜放過ぎてました、すみません。0時2分ですね。はい、正健二さん、海老沼選手銅メダルおめえって書いてありますけど。ああ、そうなんですね。はい、ワンボタンは、はい、オリンピック情報もどんどん流していきます。はい、もうここで慣れたらオリンピックのマーキー出して怒られるよね、はい、オリンピックで勝手に変えて、はいはい、正しい僕と山村さんは、はい、あんまり知りませんと山村さんはあの鈴鹿8体の情報をどんどん出して、はい、もう終わりましたから、はい、その今先週どういうふうにくつろいでるかとか、そういうのどんどんね、はい、ですかね、出ませんね、はいはい。柴田さん、見逃していたシャーロックを NHK オンデマンドで購入、MacBook Air での再生を AirPlay で Apple TV に飛ばしてテレビで見ました、マウンテンライオンのおかげですねと。AirPlay、何やったっけ名前が出てけ。AirPlay マネーローダリングちゃうわ。何やったっけ、なんか今。ミラーリングでしょ。ミラーリングやつ、ま、マネーロンダリング。どんだけ違うんや。すいません。そっち方向に飛ぶわけないし。はい、わざとです、ね。すいません、すいません。ちょっとスペックの低い Mac だったらできないいう話やったんですね。昨日もね。ちょっと収録中、そんな話出てましたけど。はい。ホッシーさんは LED の発電の電子工作の動画、高専時代を思い出すと。あ、学校でやってらっしゃったんですね。2年目のマクユーザーさん、最近ではバーンっていうドリンクも結構聞きますねと。ああ、聞いたことありますね。はい、どんなんでしょうね。コンビニに置いてますね。ただ僕飲んだことないんですけどね。今、はい、バーンって聞くと、ロックのこうギタリストの人が前ガー張り出して、後ろにこうびっくり驚き破裂マークみたいなの書いてあって、ロックの雑誌でバーンってあるでしょ。あります、あれが頭の中に浮かぶ、はい。バーンって今でもあるんですかね。
あ、どうでしょうね。一時、はい、よくね、あれ売ってましたよね。はい、村主さんは偏頭痛持ちなのでカフェイン摂取に気を使う。あ、頭痛の方はね、飲み摂取するものを選べますね。はい、頭痛と腹痛どっちか取らなあかんやったらどっち取りますか。もうなんか神様に、お前今日一日どっちかもう。僕は山村さんのような腹痛にあったことがないから言えるんだろうと思いますけど、はい、あのどっちか言ったら腹痛の方がまだ安心するというか、そうですか、ね、頭痛ってめったにないから怖いんですよ。まあ、ね、まあ、確かに頭痛って何をするにも頭痛いとこう考えることもできないし、当然運転とかね、行動するのにも差し支え出ると思いますけど、はい、お腹もそうなんですよ。でも行動するのに全部差し支え出るんですよ。比較的僕、トイレにこう、はい、アクセスしやすい職場というんですか、ね、ああ、いいですね、それは。なので、理想的です、はい、そんなに、だから、心配してないっていうところはあるかもしれませんね。はい。池田さんはそのバーのことでしょうか、レッドブルよりいいと書いていただいてますね。レッドブル、レッドブルより美味しいんですかね、効きがいいのかな、はい、僕結構レッドブルは美味しいと思ってしまうんですけどね。あ、ちょっとあの薬臭い感じもせんことはないですけどね、はい、最後の後味がね、あのもうコーラとかああいうの全般僕好きですね。ドクターペッパールートビア、はい、チェリーコーク、あのあたり僕全部好きですね、はいはい、お、割とアメリカ西海岸野郎っぽい感じですか。でもないそのなんかあのちょっとみんなが薬臭いなとかいうのが、うんうん、僕そんなに気にならなかったりするんです。あとはセイロガンずっと口で舐めて遊んで大丈夫。薬だけピュア薬っていうのは全然おいしくない。そうですか、はい、ほら歯痛い時虫歯にセロガンちょっとこう割って詰めたら収まるって言うじゃないですか。あ、聞いたことある。やったんですけど、はい、全然痛み収まれへんかって。うん、口の中あんまり きそうな気がしないですね。で口の中ひたすらセロガン臭くって、はい、何の効果もなかったというね、はい、私の場合ですけど、はい、あ、まあ歯が痛い痛い時の応急処置としてはもう子供の頃は根治水というやつでしたね。ああ、ありましたね、僕は、はい、でもあれ根治水ってその歯の中には効かないんじゃないんですか。どうなんでしょうね、けどやったことない、だからもしかして気分的なものだったのかもしれないですね、はいはいはい、とりあえず親に言われるままにその 、はい、歯に塗ったりとかねしてた気がします。中本さんは間に合ったかなと、はい、今お越しでしょうか、ありがとうございます。はい、孤独さんは歯が痛いのも辛いです。そうですね、まあ、そうですね、それはそうですよ、はい、歯痛いのもね、まあ言ったら健康は大事ってことになるんですけど、はい、はいはい、ね、まあでも風邪ひいて腰痛くて歯が痛くて、はい、お腹も痛いっていう経験がありますよ。これはそれで仕事行ってるというね、あのどんだけチャレンジャーなんやいう状況でね、はいそれは、ええ、あの病院には行かなかったか。あ、もう行く時間なくてですね、はいはい、もうそれはね、もう死ぬみたいな感じ。そういう時はもう有給取れる環境であってほしいですよね、はい、まあなかなかそういうところばかりではないと、いやでもそんな大なり小なり皆さんそうやって何かを我慢してこうね、今日は腰痛いけどとか今日は頭痛いけどって言ってもまあお仕事やっぱ向かってるわけで、はい、あんまり日曜の晩にそういうこと言わんもんね。ああ、そうついつい明日のことを思い巡らせてしまう。ああ、そうです、はい、ここは空気を変えて、はい、日曜夜のお楽しみはワンボタンだ。あ、もうやめときます。いやいや、すみません、空気を悟られてしまった。あのなんかやっぱりめちゃイケから離れられへんねんなというのがなんとなく伝わってきますね。そうですね、はい、めちゃイケが僕の人間形成に与えた影響が大きいですね。はい、はい、私は何でしょうね、やっぱ歌のない歌謡曲かな。まあやっぱり子どもの頃の影響がやっぱり大きいですからね。そういう意味ではもしかしたら、はい、あの俺たちひょうきん族の影響の方が大きい。ああ、やっぱりドハチかって感じです、ね。ああ、はい、もうひょうきんの時で高校生以上になってましたからね。歌のない歌謡曲っていうのはどんな。あのラジオで今でもやってるんですけど、はい、ヒットしてる歌謡曲のメロディーのところを演奏にした状態で、はい、朝ラジオで3曲か5曲かかるだけのラジオ番組なんですよ。ああ、そうなんですね。で途中で天気予報流れるんですよ、はい、
でうちの親が朝天気予報を聞きたいがためにだけラジオでそれかけてたんですよ。ああはいはい、で必ず7時50分か4時40分だったら絶対ラジオかけてそれ聞、子供の時からもう十何年それ延々聞かされたんで、ああ朝そのそういう音楽の声の入ってない曲を聞くっていうのも当たり前になっちゃったんですよ。はいはい、で今松尾さんにお作りいただいたこの、まあ、ポッドキャストもユーストもそうですけど、テーマ曲って言ったらメロディーラインをボーカルじゃなくて演奏にしてるじゃないですか、はい、あの歌のない歌謡曲っぽいところがむちゃくちゃ好きなんですよ。そうなんですね、あのパナソニック提供のねラジオ番組なんですけどね。はいはいはい、レッドブルはアドカーをよく見る、背中に缶を背負ったマーチ、あーあれマーチ、そう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 、よく走ってましたよ ね、はい、ね、あれそばにいたらくれるんですかね。ね、あの車の車から、うん、直接もらえるのは見たことないですけど、はい、なんかそこに乗ってるキャンペーンガールがね、はい、あの降りて、はい、あのなんか街角で配布してたりっていうのはよくあるんですね。どうぞ言ってくれる時もあると、はいはいはい、ね、いやだいたいそういう時ってあの小さいほのかんやね。すっごいな、はい、だって あれレッドブルって背低いほど高いほの感じ2種類あるじゃないですか。あ、はいはいはい、悦子、はい、さん松尾さんまたも中途半端なえツッコミですね、はい、いえいえ、はい、いかだのさん今すぐ治る根治水という古いポスター見た記憶は、あ、そうなんですか、あ、はい、そうなんですね、はい、中松さん痛かったですけどね。いえいえ、はい、中松さん私は猿の軍団の影響が大きいかな。ああ猿の軍団ね、ああそうなんですね、これはもう宇宙戦艦ヤマトとハイジの裏でやってた番組ですからね、ものすごい視聴率低かったですけど、ああ、はい、そうなんですね、はい、桂さんジャックインドありがとうございます、はい、あ、猿の惑星じゃなくて猿の軍団ですね、日本で作ったやつなんですよ、はいはいはい、これかすかにこのオープニングだけ記憶があります、ああ、ありますか、はい、はいはい、いや番組 その最終回では あれですわ、何やったかな、ね、24歳の別れやったかな、なんかいう曲ありましたね、風フォークの風っていう人が歌ってた、あ、22歳の別れ、そういう曲があって、ね、大ヒットしててね、はいはいはい、はい、プロデューサーさんが当時は MBS の佐藤よしこアナでしたなと、え歌のない歌謡、ああそういうことです、ああそういうことですね、お、よう知ってありますね、はい、あ、ドクターペッパーもいいけど、謎味の極みはルートビア、うん、ルートビアってそうなんですか、はい、ルートビア美味しかったですね、え、はい、ノンアルコール飲料っていうだけじゃなくて、あ、あのなんか薬っぽい甘い味がしますね、そうなんですか、で炭酸飲料ですね、おーおー、いや、なかなか周りで売ってないもんでね、ちょっと味は知らないんですよ。そうですよね、はい、なかなか置いてないですよね、はい、さあ、まあ、今日マウンテンライオン最初滑り出しで話してまして、ちょっと中途半端残してる感じもありますが、まあ、OS の話ですから、そんな短期的にお話終わるものではないので、またこれからもインストール初めてするっていう人も出てくると思うので、はい、またいろいろなお話をお待ちしております、はい、まあ、アップデータでまたどんどん変わっていきますしね。そうですよね、はい、それよりも私はもうマウンテンライオンを入れてもまだシャキシャキと動くマックが欲しいな。頑張って帰るように努力しよう、はいはい、そんなわけで、まあ、もう7月が終わって 来週の配信の頃にはもう8月です。そうですね、8月なんかご予定は。そうですね、はい、まあ、実家に帰省するのと、はい、あと長岡花火を見に行こうかなと思ってますけどね。どこでしたっけ？新潟県長岡市の、はいはいはい、なんか前もなんか花火のこと一緒に、あ、映画を見に行ったら言ってあったんでしたっけ？そう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 、はいはいはい、あのこの空の花っていう映画の中、はい、その映画がまさに長岡花火を扱ってる映画なんですけどね、はいはいはい、あ、徳さんから、はい、MCKY のライブはそうや、さっきの、すみません、口のクイズのところで触れなかったですけど、ね、すみません、もともと松尾さんと徳さんのやり取りで、はい、さっきの紹介しましたモンスターFMと唇プリーズを販売しているサイトですが、はい、そこのページ行っていただきますと、松尾さんが書かれた私、森先生、松尾さんのそれぞれの紹介文があって、メンバー紹介のところで、こう、はい、一応、このメンバーは何担当ですっていうのを設定しないといけなかったんですね。ええ、
はい。で、なぜか、松尾さんは打ち込みとかいろいろ書いてて、はい、で、私は MC 担当そうです、ね、なってて、大江先生はその他ってなってて。はい。まあ、大江先生は役割的にはアドバイザー。はい、だと思うんですけど、はい、そういうのなかったので、はい、とりあえずその他にしてます。 あれは何、はい、自分で書くんじゃなくて何か選ぶの？そうですそうです、ポップアップかなんかで。はい。ああ、それでか。いや、何か MC って今までそんな風に言われたことないのに、なんで MC って言うんやろうと思ったら、はい、そういうことですか。はい、はい、はいはいはい。まあやっぱり司会ですからね、はい、ポッドキャストにおいては、はい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 、なのでこの MC 担当にしようと思ったんですけども、はい、徳さんと松尾さんの間で何か MC なんとか MC 込みや、ですね、最初に出たのが、はい、そう、はい、MC 担当って書いてると、はい、徳さんがこうMCAT みたいっていう、そういうパフォーマンスを期待してしまうみたいな。MCAT が分かんないんですけど。ああ、MCAT は、ちょいちょいヒット曲がありましたけど、はい、今はどっちかというと、プロデュースの方をやってますかね。もともと、富樫明夫さんっていう方が、はいはい、それを別人格として MCAT というのをやり始めたんですけどね。はい。はい、まあ、そんな話でした。はい、割と音楽の系統にはそういう別人格的なキャラを作りたい人よくいらっしゃるんですか？そんな話よく聞くんですよ。まあ、たまにありますよね。こう、うん、こう誰々の覆面バンドとか、うん、明らかに同一人物なんだけど、はい、こう、いや別人ですみたいのがたまにありますよね、はい、あんまり私の知ってる世界ではそういうの聞いたことないので、という、ね、ああ、山村さんが好きで聴いてる音楽、ミュージシャンではあんまりないということですか。まあ、多分ユニットで組んだ時だけその名前を使うとかいう人もいても、でもそれは、でもこの人、何々さんだからねって、分かっててやるパターンが多いですけど、はい、なんか、たまにそれ、白木ってやる人いるじゃないですか。はい、何々さんでしょって、いや、違うよ、ちょっと、関係ないです、私は何々ですからって、こう、しらっと、でも、みんな知ってるよ的な空気を楽しむという、まるでめちゃイケの最初の滑り出しの時の、あのノリに近い、はい、松尾さんのお好きな、それみたいな感じがします。はい、はい。はい、で、その、はい、MCAT じゃなくて、はい、MCKY。KY。MC 空気読めないっていう、はい、すみません。はい、そのダブルミーニングとかではないと思いますけども、はい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 、いやもう私ほら和久山村で KY でしょ、はい、でうちの甥っ子の兄弟2人とも名字と名前で KY なんですよ。ああそうなの。 KY っていうことをテレビでやってる時、たまたま甥っ子らとそれ見てて、はい、俺たち3人 KY って言って笑ってて、なんか言うてて笑ってましたねKY 取るよって言って、はい、佐藤隆介さんは、はい、ボンバヘイボンバヘイってこれ MCAT の曲なんですよ、ね、あ、そうなんですか、はい、ごめんなさい不勉強で、はい、小畑さん別人格世紀末、ああ、はい、ただ世紀末の場合はもうデーモン小暮一本でやってるんですよね、はい、あのもう一つなんかね、デンエモンかなんかいうキャラがあるんですよ。え、それあのなんか子供相手にいろいろ実験とかしてくれる、うんうん、あのね、デンジロ先生か、閣下は悪魔の世界から来た人っていうコスプレしてるじゃないですか。コスプレっていうかあれがほとんど普通の格好となってる。で、山本さんあれなんですよね、コスプレじゃない時の、あ、じゃないわ、メイクは塗ってるけど上着着てない T シャツ一丁のランニングして一丁の閣下を見たことがある、はいはい、であの方が、その和風というのか日本の 悪霊とか悪魔使いだったらこうだみたいな格好をして、なんて言うたらいいんかな、のぶしみたいな格好なんですよ。ほうほう。でメイクはいつものメイクなんだけど、それで名前をなんとかデンエモンっていう名前にしてたんですよ、はい、でしばらくそのキャラでやってはった時があって、はい、あれ芸風変わってんねんなとかその時ちょっと思ったんですけど、はい、ノイさんからワンボタンって3つまとめて撮ってるんですか。そうですそうです、あの週末にだいたい土曜から日曜にかけて、まあ 3,4 時間撮りましてね、その中で使えるとこは使ってこう削り出していって30分にしてますけど、はい、いかだらさん、8月1日は PL の花火大会で周辺道路が悲惨なことになる。そうです、もう南大阪富田林、もう我々ね先週地域から河内の方にかけてはもうとんでもない渋滞です。これまで絶対行かないように皆さん、はい、帰れなくなりますから電車で行っても帰られへんのちゃうかいぐらいすごいことになるので、はい、
そうなんですね、僕は PL は見に行ったことないですね、はいはい、でもすごい混雑的ですね。いやもうね、原付とか自転車でね、車ほど混まなくて行けるからとか、はい、ついそんなこと思って行くでしょ、はい、甘いですね。もうその隙間という隙間、全部乗り物が詰まってしまってって通れなくなるんです。なるほどもうダメです、はい。はい、中松さん、マウンテンライオンからセールガン、ルートビアを経て結局猿の軍隊がすいません、ね、話が点々としてごめんなさいごめんなさい。まあ、今ちょっと新しいツイート、あれ来てないな、はい、ごめんなさいごめんなさい、はい。徳さんはシャドウズとダンスマン、あ、ジャドウズとダンスマン、ダンスマンってケロロ軍曹に出てきたあのダンスマン、あ、ケロロ軍曹の曲をやってましたっけ、もしかして。なんかね、やってはったり、はいはいはい。コナタップさんが小暮伝右衛門さん、そう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 、そういう名前でした、それ。佐山悟とタイガーマスクなるほどなるほど、あ、どちら順番でいくとタイガーマスクってして出てきて佐山悟って有名なってような気が、まあどっちも一緒かもしれないですけど、はい。おしゃまんべ太郎と門松俊樹、そうなんですか。はいはいはい、そうですね。ああ、そうですね。門松俊樹としての活動が長いと思いますけど、はい、輪になって踊ろうっていう曲の作詞、はい、作曲両方だったかな、作曲だけだったかな、はい、おしゃまんべ太郎っていう名義でやってたと思いますね。あ、そうなんですね。はい。わかりました。まあ、マウンテンライオンに関してはまだまだちょっと不十分な情報しかお出しできないので申し訳ないですけど、まあ、徐々にまたポッドキャストの方でもね取り上げていきますので、はい、思いを聞いていただけたらと思います。はい。8月の13日月曜日になりますが、生ブルマンデラックスというストリーム番組ですけども、出る予定がありますので、その時はまた皆さんご覧になってください。はい、はい。松尾さんもまあこの夏バテとかねないように気をつけてお過ごしくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、山本さんも腹痛がないことを、はい、頑張りますけど、はい。はい、それでは、じゃあ今週3本のポッドキャスト出ますんでまた聞いてやってください。それでは次回の配信まで、オーボワー。ここで MCKY としてのパフォーマンスが入ります。入らないですね。はい、ハードルが高い。はい。